こんにちは、田久保佳林です。今日は私たち実は二日酔いですごい死んでたんですけど、動き出しが夕方からの日の、夕方じゃないね、夜だねの Vlog を撮ってみたいと思います。でびっくりしたわ、マジでもう死んでた、本当にもううえーって感じでした。洗い物をしてくれています。今日はちょっとポップアップに今から行ったり、夜デートをしてみようと思いますので、最後まで見てていただけると嬉しいです。それでは早速撮っていきたいと思います。すごい、それ履くんですか？これ履きます。今日じゃあ行ってきます。夜に撮るの新鮮じゃない？新鮮ね。原宿駅です。ちょっと本当に胃のムカつきがひどいわ。大丈夫？本当はなんか、そうそう、二日酔いの Vlog でも撮ろうかなと思ったけど、もう撮れる余地なし。しんどすぎ、マジやばかった。トイレがお友達だったね。はい、お友達でした。なんかいいね、夜もやっぱね。今から私たちの大好きなお店に行きます。ポップアップ、ポップアップなんかな、なんかやってるんですよ。あ、無理だった。信号がチカチカなったわ。かわいいメガネでしょ。メガネかわいいでしょ。かわいい、かわいいね。匂わせ匂わせ。今更。違う、あんたじゃない。あ、俺じゃないな、うん、お店の匂わせ。はい、やばい、結構気持ち悪い。結構ガチしかも。行きます。全然リシーでした。さっき言ったっけ、今日はリシーのメガネをつけてきました。かわいい。私が大好きな H のジュエリーたちも並んでおります。このリングとかこのイヤーカフとかも全部 H のものです。かわいい。あ、メガネかけていってください。はい、これとか似合うじゃない。あ、それ似合いそう。あ、かわいいわ、めちゃめちゃ。こちらはこれです。なんて読むかわかんない。ペーター。合ってる。ペーターかな、うん、これはこれ。ああいい、あ、かわいいね。かわいい。あ、かわいいわ、似合うな、ほんと。めちゃめちゃかわいい。あ、かわいいね。ちょ、バッグの色と合ってるね。合ってる。かわいい。うわー、かりん好きっそう。かわいいよそれ。ちょっと俺も今度ここでプレゼント買おうかな。あら、あら、買ってくれ、買ってくれ。え、かわいいな、マジで。え、かわいいよね。こんな感じ。いいね。ここはね、サムギョプサル屋さんで油跳ねてね、やけどしました。それはおもろい。おもろくないな。何がおもろいね。サムギョプサル屋さんで油跳ねてるんだけど。一緒にいるときにしました。あれか。あ、かわいいよ。昨日もです。昨日めっちゃ騙されたんですけど。これとかも持ってるよ。どれ？これ。見せてください。これ私はね、隠れミッキーみたいだなって思って。これ。あ、よかった。あ、かわいい。かわいいやろ、うん、これもね、つけたらね、すごくかわいい。大人っぽいね。かわいい。かわいいね。これ全部かわいいね。うん、すげえ、かわいい。そう。それでギュッて挟んじゃった。かわいい。かわいい。かわいい。おそろい。かわいい。かわいい。ほんとにかわいいよ。かわいい。かわいいでしょ。ほんとにかわいい。かわいい。かわいいでしょ。それインパクトあるしね。パールってのがいいね。耳かしてみ、いいね。似合ってるわ、めちゃめちゃ似合ってる。ああ、え、かわいいね。いや、めっちゃいいと思う。天才、天才です。それ小指にもつけられるので、めっちゃいい。リングとしても使えるし。あら、いや、ほんとかわいいって、これ。うん、
似合ってるしかも。欲しいね。つける人が。つける人が。じゃーん。これにしますか。可愛いです。マスクの付け方が変だったから撮るんですか。そうそう変なマスクの付け方してる時に撮られたから。ねまあ、そんな撮ってくれても俺かりんちゃんの YouTube に登場しちゃったらもうちょっとテンション上がっちゃう。映えるえ映えます。映える、映えてる、映えてる。今家にあるお花が黄色と白、うん、これ、うん、違う、つぼみのつぼみにする。うん、それにしよう。え、これにする。うん、じゃあ、花が咲きます、うん、つばてよ。育てます。じゃんじゃん私の飲み友です。ありがとうございました。ありがとうございました。アクセサリーも届くの楽しみにしてます。でもメガネはねほとんど制覇してるんで。いやまあそうね。でもねもうね来週来週新しいのまた出ます。あ、本当ですか。はい、あ、楽しみ、ね、また楽しみにしてます。しかもちょっとかわいいな。今年はいろいろ企画をしているので。あ、やっちゃいます。そんなの。ありがとうございました。バイバイ。めちゃめちゃ楽しかったね。楽しかったよ。マジ楽しいんですよ、本当に。どうなってんだ。ね、いい人やから、ね、一斉さんも、木本さんも大好きなの。木本さんとか昨日初めて会ったばっかなのに、あんなに。あ、本当だ。一斉さん、バイバーイ。ほに。みんな原宿の竹下通りらへんにあるんで、ぜひ来てみてくださいね。ここだよ、ここ。ここがもう駅やから。ということで、次はどうする？次はバッティングに行きましょう。バッティングですか？バッティングでスカット。二日酔いなのに？使いなのにバッティングですか。はい。やっぱりあの大谷選手がもう私は本当に大好き、大好きでずっと大好きで大好きで大好きで。皆さんどう思いますか。これは運気が上がりそうだから。今はね、俺も大谷と同じ格好で仮抜けで写真撮ってた。使われなかった。使えません、そんなの。バッセン、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 バッセン。さあ、今日は打てるのですかね。いやー、ちょっと肝臓がやられててですね。非常に厳しい環境での取り組みとなります。大丈夫かな。見て、桜。ほんとだ、夜桜が。やば。え、懐かしくない？去年かさ、一昨年さ、なんか夜桜見たよね。見た。代々木公園らへんで。代々木公園で見たわ。しら。いや、綺麗だな。いいね。いい。来ました。さあ、野球で世界を動かせ、サムライジャパン。いい。でも私がセカンドだったら多分取ってくる。これは打った。これいった。あ、エフトだった。はい、楽しかったですね。やばい、スカッとした。めっちゃね、いい汗かいたわ。うますぎだろ。あ、ちょっと調子よかったですね。はい、めちゃめちゃうまい。 WBC がね、今あるんで。あ、はい。何食べたい。美味しいよね、セブンティナイス。うまい、マジで。じゃあ、せーのでいい。待って。あ、いいよいいよ。いい？じゃあ、せーのね。うん。いくよ。うん、絶対かぶんない。せーの。あ、いいよ、そっちで。え、いいよ、こっちでも。いや、こっちいいよ、こっちで。ほんと？うん。これ初めて見たなって思った。いや、俺も初めて見た。じゃあ、それにしよう。うん。てかさ、190円もすんだね、今。いや、高くなってるよ、これ。ね。もうそれは値上がりしてるよね。これも190円になってる。ほんとだ。こればっか食べてる。え、私ね、ソーダフロートだった。マジ？うん。グレープシャーベットばっか食べてる。ありがとう。あら、出てきた。ほい。なん？あ、あ、うん。
が痛い。あれ？うん、うん、なんか、うん、コーヒー、あ、うまコーヒーだね、うん、おいしい、ありがとう、はい、食べたいとき言って、うん、いい休日だね午前中寝すぎてどういう休日になるかなと思ったけど、うん、本当にもう今日終わりだと思った、人生の終わりを感じた肝臓が叫んでた本当にうまい、うん、うまい。昨日がね、昨日がってかもう今があの二日酔いじゃなければ、うん、あのお酒飲みながら歩きたかった無理でしょ絶対無理、もう今日無理、さすがに壊れる肝臓どんだけ飲んだか昨日マジで俺も回復した、計何杯飲んだ、20ぐらい飲んだんじゃない、もっといったよ、もっといった、もっとか、うん、やばかったから、まあ楽しかったからいいですけどね、そう、今しかできないそうそう、今しかできないねえ、聞いて何歌な知ってるよでもカリントだったら全然どこまででも歩いていいよ、あー、じゃあ歩く違ったその顔はタクシーを見つけようかしたねはいあー、かわいい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 、あれやってよ、んモノマネやって、なの八本環奈ちゃん、八本環奈八本環奈ちゃん今日から俺はならいい、いいよ、伊藤さん、ピロリロリーン、ふわふわふわえ、胃もたれがすごい胃もたれというか、しんどい想像してる以上にすごい姿になってるからね、二日酔いの次の日基本裸洋服着たら吐いちゃうもんね、ブリブリブリ締め付けで吐いちゃう繊細なの、水飲んだら吐いてたもんね、そうそう繊細さんなの、可愛いよめっちゃ、えマジ、うん、え誰と待ち合わせしてるんですか、初デートの彼と待ち合わせしてて、うん、えこの後ちょっと15分だけお時間どうですか、ちょっと無理ですね、ちょっといいじゃないですか、ちょっと無理ですね、ちょっとだけ、えしつこかったらマジでぶったたきます、ね、最高じゃない、バッティングして腹減って一蘭、そうです、一蘭めっちゃ食べていい、いいよ、あいいよ思ってくれるんでしょ何でも奢ってくれるって言ったじゃんジョジュエンにしよっかな、巧みな話術でジョジュエンにしておこうないいよって言いそうになったよ、でんでてーん、一覧、いや一覧、並んでんだ、なんなんなん、いい匂いですねラーメン、ラーメン買っただけでいいよ、領収書、領収書押せなかったっしょ、はい、ラーメン、ラーメン、ラーメン、じゃじゃーん、来ました、うまそう、いただきます、はい、うわうまそう、おやすみます、最初の一番レモンクラブ、やばいね、あー、いただきます、めっちゃいいの聞くやろ、めっちゃ効いてる、あカリンってさ、ラーメン美味しそうに食べる、本当、うん、いい感じ、カリンのおかげでいいオフになりました、こっちやばいね、
せーの、ごちそうさまでした。美味しかった、最高、めっちゃうまかった、ね、ごちそうさまでした。いえいえ、ありがとう。めっちゃ美味しかった、激うま、最高、やばい、満たされた、超いいお風になったね、うん、ということで今から帰ります。6時ぐらいから動く、違うわ、7時ぐらいか、そう、動き出しが7時で今が10時ぐらい、10時ぴったり、すごくない？ 3 時間でこんな充実する？最高すぎだ、最高、もうね、ラーメンでね、あの肝臓も元気になりましたし、最高の一日でした。はい、良かったです。今から帰ります。見てくださってありがとうございました。ゆるい動画でしたが楽しんでいただけたら嬉しいです。じゃあバイバーイ、おやすみなさーい。